ことぶき屋より先日発売になりましたジェイ・デッカーのシリーズの、第2作目で、デッカードと、マックス・キャノンのご紹介になります。こちらのは、メーカーの方が組み立て完成したものになります。このようにいろんな、アクションができるようになっており、その別売りの、デッカードと、マックスキャノンを、セットして、J デッカーはマックスキャノンモードを再現できるようになっております。でこちらの写真が、未塗装で、そのまま組み立った状態になります。でこちらの方がプラパーツになります。プラパーツは、このようにマルチカラーという、プラスチックを使っておりますので、このまま、組み立てただけでもほぼ、パッケージに近い、作りになります。こういった白いパーツや、青いパーツなど、かなり色が細かく、分かれて再現しております。こういう黄色や、緑の部品、あとこういう赤い部品です。こちらが、マックスキャノンのパーツになります。でこちらのが、彩色済みの、パーツになります。でこちらが、顔の部分の、彩色パーツになります。部品は以上です。でこちらが説明書になります。でこちらが、組み立ての注意書きと、あとパーツリストになってます。で、組み立ての方はまず頭部から組み立てていきます。次に、胴体の組み立てになります。次に、腕の組み立てになりまして、で足の組み立てになります。でこちらは J デッカーという、ものの、ストーリー紹介になっております。でこちらで、足を作りまして、先に作りました胴体、腕、頭などをセットして本体の完成になります。あと可動範囲の広げ方とかもこちらに説明があります。であとはこちらの方は武器を持たせたり、手帳を見せたりする時の手の使い方です。でこちらが、マックスキャノンの組み立てになります。組み立てたマックスキャノンは、別売りの J デッカーにセットして、J デッカーのマックスキャノンモードになるようになっております。でこちらの方がカラーリストで、クレオスのミスターカラー、水星ホビーカラーを推奨しております。これで以上です。